地平部に降りる、階段駅名標菊水山駅のボリホーム北端から、左側トンネルは、9000跡菊水山駅は、兵庫県神戸市北区山田町下屋上ェア中一里山にあった神戸電鉄ありませんの駅である。2005年3月26日から営業を休止し、施設撤去費用の計上が困難で廃止せずにいたが、 利用客が見込めないことから2018年3月23日に廃止された、六甲山中の緑深い山腹の標高173メートルに位置する駅で、秘境駅として知られた。周辺に住居や施設がほとんどない山中で、利用客が極端に少なく、基本的には、スズラン大駅止まりなどの区間列車が2時間に1本、程度停車したが、 日出津らん台駅を理解し列車が減少した2001年6月のダイヤ改正以降は例外的に有馬温泉駅、しじみ駅、おしべ谷駅発着の普通列車の一部も停車した。停車列車は到着後に極めて短時間で車両のドアの開閉と出発合図の水明を行い発車した。近隣の神戸電鉄主要駅は通過列車について菊水山駅に止まらない旨を案内し、 当駅停車列車に限り、各駅停車と案内した。また、2001年に、青尾線、2004年に、ありませんで、ワンマン運転を開始した後もワンマンカーは一切、停車せず、当駅に停車する、各駅停車は必ず車掌が乗務し、さらには、車内自動放送も行われなかった。無人駅で、自動改札機などは設置しておらず、下車時は、 車掌や運転士に乗車券を手渡し、乗車時は、車掌から手書きの乗車証明書を受け取り降車駅で、運賃を生産した。テレビドラマの撮影などにも使用された、相対式ホームに面2線を有する地上駅で、ホーム有効庁は5両分の無人駅であった。駅で入り口は、新海地方面行上りホームの北寄り鈴蘭、大型に接続しており、鈴蘭台方面行き下りホームと、 出口や上りホームの往来は、ホーム北寄りにある、構内踏切を利用していた。上りホームにのみ屋根のついた簡易的な待合所と、ベンチが設置されていた。駅舎は存在しなかったが、用途不明の小さいプレハブが建っていた。自動券売機やスルッと関西関連機器は廃止まで、設置されなかった。駅出口から階段と道を100メートルほど進むと、カラス原川沿いの指導へ至る。 ホーム番号は設定されていない。有馬マ線建設当時一番難航した区間で、片側にカラス原川、一方は急斜面で、複雑な加工岩室の散布を切り開くトンネルの工事もあった。2008年に水害対策として建設された石井ダムも完成している。ダム建設の過程で路線が付け替えられて、菊水山駅北側に急線のトンネルが残る。 2018年5月18日付のデイリースポーツによると、上りプラットフォームの椅子や木材部分は撤去されたが、プラットフォーム自体や屋根、手すりや階段は残されている。神戸電鉄によるとそれ以上の撤去の予定はないとしている。また、駅へ向かう道には立ち入り禁止のボードがあり中に入ることはできず、神戸電鉄も駅への立ち入り禁止を告知している。 神戸電鉄ありません普通日よどり腰駅、菊水山駅鈴蘭台駅、ありがとうございます。